コンピュータゲームにおける人工知能はコンピュータゲームにおいてノンプレイヤーキャラクターの振る舞いに知能があるかのような錯覚を生み出す技法である。主な技法は人工知能の既存技術を活用したものである。しかしゲーム AI と呼ぶ場合、制御理論、ロボット工学、コンピュータグラフィックス、計算機科学全般の技法を含む様々なアルゴリズムを指して使われることが多い。 ゲーム AI はユーザーから見て知性が感じられるか、ゲームプレイが心地よいかに集中しているため、通常の AI とは手法が大きく異なる。ワークアラウンドやチートは許容されており、コンピュータと人間の対戦形式の場合、人間側が公平さを感じる要調整が必要である。例えば、ファーストパーソンシューティングゲームの場合、NPC は人間の能力を超えた、 完璧な射撃もできるが、それでは公平さが感じられなくなる。ゲームプレイは AI の初期から研究対象となっていた。初期の AI の例として NIM というゲームをコンピュータ化したものがあり、1941年に開発され、1942年に発表された。ポンの30年以上前、当時の最先端技術を使ったゲームだが、 比較的小さい箱型のゲームであり、任務の熟練プレイヤーにも普通に勝てるレベルだった。1951年、マンチェスター大学のフランティマーク1を使い、クリストファー・ストレーチーがチェッカープログラムをディートリヒ・プリンツがチェスプログラムを開発した。他にも、アーサー・サウベルがチェッカーのプログラムを1950年代中頃から1960年代にかけて発展させ、 最終的には腕のいいアマチュアと互角に戦えるレベルを達成した。チェッカーやチェスに関しての最高到達点は1997年に IBM のディープブルーがガルリカスパラオフに勝ったことである。1960年代から1970年代はじめにかけての初期のテレビゲームとしてスペース O、ポン、ガッチャなどがあるがそれらは 論理回路で実装され人間同士が対戦する形式であり、AI とは無縁だった。シングルプレイヤーでゲーム内の敵と戦う形式のゲームは1970年代に登場し始めた。アーケードゲームでの初期の例として、スピードレース、クワック、パースートなどがある。テキストベースのコンピュータゲームでは1972年に、ハント・ザ・ウォーン・ピスやスター・トレックといったゲームに、 コンピュータの操る敵が登場している。敵の動きはあらかじめ格納されたパターンに基づいている。マイクロプロセッサが使われるようになるとより多くの計算が可能となり、動きのパターンにもランダムな要素が加えられるようになっていった。グルトローンではライトサイクルを操って最後まで生き残ることを目指す。アーケードゲームの黄金時代にはスペースインベーダーの成功によって、 AI が操る敵というアイデアが大いに一般化された。スペースインベーダーでは AI を使って徐々に難易度が上がるようにし、別個の動きのパターンを可能にし、プレイヤーの入力に基づいて発ュ関数でゲーム内イベントを生成していた。ギャラクシアンでは敵の動きのパターンがさらに複雑化、多様化し、変態から個々の敵が飛び出すような動きも実現した。パックマンでは 迷路ゲームに AI パターンを導入し、それぞれの敵に異なる個性を与えている。空手道では対戦型格闘ゲームに AI パターンを導入したが、AI が貧弱だったためすぐに第2版が登場した。ファーストクイーンは戦術アクション RPG で AI が操るキャラクター軍がリーダーに従うシステムを導入した。コンピュータ RPG。 ドラゴンクエスト4を導かれし者たちでは戦闘の際の NPC の行動を自動化する AI 戦闘において作戦システムを導入し NPC の行動を制御できるようになった。この方式はアクションロールプレイングゲームのジャンルでは聖剣伝説2で導入されている。マテン NFL、アール・ウィーバー・ベースボール、トニー・ラルッサ・ベースボールといったスポーツゲームは 特定の有名人の指導、監督スタイルをコンピュータ上で再現するのに AI を利用している。その後のスポーツゲームでは AI の変数群をユーザーが調整することで好みの指導、監督スタイルを設定できるようにしている。1990年代には新たなゲームのジャンル群が出てきて有限状態機械などの AI ツールの利用が促進された。 リアルタイムストラテジーゲームは、多数のオブジェクト、不完全な情報、経路探索問題、リアルタイムでの意思決定、経営計画などといった事柄を AI に扱わせた。しかし、初期のその手のゲームには AI に関連して様々な問題があった。例えば、ヘルツオークツバイの経路探索とユニット制御のための3、状態機械はほとんどうまく機能しなかった。また、デューン2では、 プレイヤーの基地を最短コースで攻撃し、ゲーム上知り得ないはずの情報に基づいて行動することで知られていた。このジャンルの AI はその後洗練されていった。その後、創発などのボトムアップ的 AI 技法を採用するゲームも登場。ブラックホワイトではプレイヤーの動きをボトムアップ的 AI で評価している。ファッサードは NPC と自然言語で対話することを ゲームの中心に据えている。ゲームは人工知能開発の環境を提供し、そこからゲームを超えた潜在的用途も生まれてきた。例えば、ジェバディというクイズ番組で人間に勝利したコンピュータ、ワトソンやサッカーをローボットにプレイさせるロボカップなどもある。ゲーム AI は多種多様なゲームで利用されている。最も明らかな利用例はゲーム内の n PC の制御だが、 今ではスクリプティングが最も一般的な制御方法となっている。経路探索でも AI はよく利用されており、リアルタイムストラテジーゲームでよく見られる。経路探索とは、NPC がマップ上のある地点から別の地点へと移動する経路を求めることで、地形や障害物、さらに時には戦場の霧を考慮する。経路探索をさらに発展させたナビゲーションもゲーム AI の サブフィールドであり、NPC にその環境内で誘導する機能を与え、他者との衝突を避けつつターゲットまでの経路を探させたり、他者と協調させたりする。ゲームの難易度を、プレイヤーの技量に基づいて、リアルタイムに調整する動的ゲーム難易度調整も、ゲーム AI を利用することがある。最近では、創発的 AI の概念もゲームに利用されており、ブラック ホワイト、認定インドックス、タマゴッチなどの玩具がある。これらのゲーム内のペットはプレイヤーのアクションから学習し行動を更新していく。実際には選択肢はある範囲内に限定されているのだが、プレイヤーに対して知的存在の幻影をある程度与えることができる。多くのゲームは何らかの戦闘を含んでいる。ゲーム AI は戦闘における敵の振る舞いを より人間的にするのに役立つ。近年のゲーム AI で最も効果的な機能として、狩りの能力がある。本来 AI は白か黒かというような明確な反応を示す。プレイヤーがいる場所の設定に従い、AI は攻撃、または防御のどちらかの行動をとる。近年これに、ハンティングという考え方が導入された。ハンティング状態では、AI は、 キャラクターの立てる音や足跡といった具体的なマーカーを探す。それによってプレイの形態がより複雑になった。AI が狩りの能力を備えたことで敵への接近や回避の方法に頭を使う必要が出てきた。この機能は特にステルスゲームでよく見られる。もう一つのゲーム AI における近年の発展として生存本能の開発がある。 ゲーム AI が操るキャラクターは、環境内の各種オブジェクトを認識し、それが自身の生存に有益か有害かを判断できる。プレイヤーと同様、AI は銃撃戦で武器のリロードや手榴弾を投げる際などに無防備にならないよう、遮蔽物を探すことができる。反応の仕方を設定するマーカーが存在する場合もある。 例えば、AI が操るキャラクターの健康状態をチェックする、コマンドが存在する場合、パーセンテージで表された健康状態によって反応を設定する。健康がある、敷地より低い時、AI はキャラクターがプレイヤーから逃げるよう設定したりする。また、弾切れになった時は遮蔽物に隠れてリロードなどをする。このような振る舞いによって、 AI の操るキャラクターがより人間味を増す。この分野にはまだ改良の余地がある。AI は様々な状況に対応しなければならず、プレイヤーを驚かすほどの能力を示すのはまだ先のことである。戦闘 AI のもう一つの副作用は AI が操るキャラクター同士が遭遇した際に見られる。ID ソフトウェアのゲームルームでそのような状況が一般化し、 アイムアンスターインファイチンと呼ばれた。ドゥームの攻略本ではアイムアンスターインファイチンを利用して敵同士を戦わせ生き残る方法なども紹介されていた。ビデオゲームにおける人工知能の文脈ではチートとはある状況でプレイヤーが得られない情報を NPC についてはアクセス可能としていることを指す。例えば NPC がプレイヤーが近くにいるかを知りたい場合、 人間と同様の知覚を操って知る方式もあるが、単にゲームエンジンにプレイヤーの位置を問い合わせることで知る方式になっている場合もある。AI における地位とは、その人工的に達成された知能に限界があることを示している。一般に戦略的創造性が重要なゲームでは、このような有利さを AI に与えておかないと、最小限の試行錯誤で人間が容易に勝ってしまう。 また、性能上の問題からチートを実装していることが多く、プレイヤーから見てその効果があからさまでない限りは許容されている。AI だけに与えられる特権のみをチートと呼び、コンピュータが本質的に持つ高速性と正確性はチートとは呼ばないが、一方で、プレイヤーから見て、コンピュータ固有の利点が NPC の人間離れした動きを生じているなら、それらも含めて、 チートと呼ぶこともある。ありがとうございます。